今日、えー、インスタライブでですね、ちょっとセミナーの方やっていこうと思います。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。加藤さんも今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今、あの、続々とですね、あの、いろんな方も視聴してくださってるということで、はい。ありがとうございます。あの、視聴してもらって、あの、コメントしたら、あの、僕も見れるようにしているんで、あの、どんどんコメントで、あの、参加もしてもらえたらなと思っています。で、 やっぱコメントをちゃんとすると、あの、ちゃんと参加してるっていう風にもなるんで、なので、あの、こんばんは、とか、お疲れ様です、とか、そういうコメントもしていきながら、あの、このセミナーにですね、えー、どんどん参加してもらいたいなと思っております。お願いします。はい。えっ、ー、と、山牛さんですね。よろしくお願いしますと。えー、みささん、よろしくお願いします。いいですね。はい。この、ウィ,ウィズ、テリアさんはい。よろしくお願いします。はい。 もうね、あの、普段コンサルしたし、している方たちがなんかどんな名前参加してるかわかんないですけど。<laughs> <laughs> ね。えー、まあ、今日はですね、あの、これからですね、皆さんがコンテンツを作っていく上で大事になってくる、あの、部分だったりとか、あとは、あの、実際これから高単価商品を売っていくために、もう、こういう発信をしていくと、えー、お客様からですね、えー、高単価商品もどん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 、えー、買いたいですと言ってくれたりとか。 というコンテンツを作ったら、個別メンターにも持っていくことができたりとか、そういうふうにするための顧客教育についてですね、今回はちょっとお話をしていこうかなというふうに思っています。はい。で、それについて、まあ、僕があのベラベラ喋るよりも、まあ、一緒に加藤さんと、加藤さんは事前に何もちょっとお話ししてない状態なんですけど、はい、まあ一緒にちょっと作り上げていくっていう形で、あの、これ見ている方たちも一緒にですね、ちょっと作り上げていって、それでどういう考え方をしていけば、 えー、お客様からですね、えー、いいなというふうに思われるのかについて、ちょっと、ね、セミナーで、えー、皆さんにですね、共有していこうかなと思っておりますので、えー、インスタ視聴している方もそうですし、加藤さんもですね、えー、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ではですね、えー、早速、ちょっと始めていこうかなというふうに思うんですけども、まあ、はい、あの、今ですね、今、加藤さん自身は、あの、コンテンツ作っていると思うし、あの、今、 え、インスタ視聴してくれてる方も今、コンテンツ作ってる方がですね、結構多いと思うんですけど、実際に、じゃあ、コンテンツを作る上でとか、ま、あと、情報発信をするって方もいらっしゃると思うんですけど、その上で、最初に何を気をつけないといけないのか、っていうところが、あの、ずれてしまうと、どれだけ発信したとしても全然見てもらえなかったりとか、その後の、え、コンテンツをちゃんと見てくれるっていうところもいかないし、そもそも、え、こう商品を買いたいですっていうことにもならない。 っていうのが、じ、あの、まあ、実際あるんですよね。うん。じゃあ、そうなったときに、じゃあ、コンテンツを作るとか、発信をする上で、これは絶対に押さえておかないといけないっていうことが実はあるんですけど、うん、なんだと思いますまあ、いきなりちょっとね、あの、<laughs> 最初にちょっと質問なんですけども、今これインスタで、あの、見てくれてる方も、えー、最初これ意識しないといけないんじゃないかっていうの。これちょっと考えてみてほしいんですよね。 とあの、コメントをあの見てるんで、あの、どんどんね、えー、出してもらえたらなと思っています。あ、でもこれあれか、あの、時差があるから、配信との。だちょっと遅れて、あの、出るかもしれないですね。<laughs> まあちょっと今これ話してる間もね、あの、まあ、インスタ聞こえていると思うので、ぜひちょっと考えて、あの、コメントしてもらえたらなと思うんですけども、加藤さんは、まあコンテンツ、まあ、これまで作ったりとか、まあ、高単価商品とかをね、あの、どんどんは、はえー、販売したりとかしてると思うんで、うんうん、そういう加藤さんから見ると、 なんか一番最初、これ絶対に覚えとかないといけない、抑えとかないといけないっていうのってなんだと思うそうですね。結構まあいろんな要素もあるかなって思うんですけど、まずこう商品作成だったりとか、うん、こう発信においては、まずその、なんですか、ノウハウとかにしてもこう自分のエゴというか、自分が売りたい商品とか、そういうのを押し出してしまうと、 やっぱり買ってもらえないかなって思うので、うん、まずはそのお客さんが欲しいものをまあえ調べたりとか、まあ、もちろんリサーチとかですね、まあ、あとは分からなければやっぱり人に聞いたりしてとか、まあ、あとお客さんとかに聞いてもいいと思うんですけど、うん、お客さんが欲しいものは何なのかっていうのを意識して、まあ、商品作ったりとか、発信していかないいけないんじゃないかなって思います。うん、うん いいね。そういう意見がね、ちゃんと、あの、持ってるってことは、すごい素晴らしいことだと思うので、今、あの、インスタ見てる方も、多分、あの、実際がやっと、ちょっと <laughs>、追いついたのかなと思うんで、えー、いろいろコメントしまえたらなと思っているんですけど、あ、早速来てますね。うん、ありがとうございます。えー、ミサオさんから、えー、自分の言いたいことではなく、お客様が欲しいと思う情報を打つ。あ、加藤さんと同じですかね、これは。同じです。うん。うん、一緒です、ね。いいですね。素晴らしい。うん、で、えー、っと、鈴木さんかな コンセプトでしょうかコンセプトもね、めちゃくちゃ大事。あのー、最近ね、コンセプト大事だっていうね、あのー、ことも話していたと思うんで、まあ、ちゃんとね、あの、勉強をされてて、あのー、めちゃくちゃ素晴らしいな、というふうに思います。うん、いいですね、うん。他もね、あの、どんどん、あのー、ある方、えー、ちょっとコメント、あのー、僕も見てるんで、どんどんちょっとコメントもしてもらえたらなと思っています。はい。えっ、ー、と、出す。これ何て読むんか、ちょっと。<laughs> 英語苦手なんで、ちょっと早くなんですけど <laughs>。 加藤さん見れてますコメントって。見れてます。ますはい。見れてますああ、オッケー、オッケー,ッケー。ネームバリューは含まれますかネームバリュー。うん、これも、ネームバリューも、あの、大事な要素の一個ではありますね。うん、うん。素晴らしい。なんか、あんまりネームバリューっていう言葉じゃなくて、ね、あの、みんな実績とか、そういうような言葉で言ったりするんですけど、うん、いいですね。なんか、自分なりの言葉があって。そう。いいですね。みんな、うん、結構出てきますね。うん、はい。ありがとうございます。うん。で、もうそろそろ出尽くしましたかね、皆さん。うん。 まあ、あの、一回はね、発言するようにしてもらえたら、あの、かなりですね、勉強になるし、あの、なんで発信、あの、コメントしてほしいかっていうと、あの、自分の考えと、どこがどうずれているのかっていうのがわかるがために、あの、コメントしてほしいなって思うんで、なので、あの、どんどん自分の、あの、考えをね、発信するとか、まあ、そもそも自分の考えを持っているってことが、まず大事なので、まあ、そういうのをね、あの、ちゃんと意識して、あの、参加してもらえたらなと思っています。はい。 あ、鶴本さんも、あの、さっきインサタね、ダウンロードしましたって言われてたんで、<laughs> はい出てる。よかったです。はい。間に合いましたね。OK です。はい。で、えー、そしたらさっき、あの、加藤さんが、まあ、自分の言いたいことではなくて、じゃあお客さんが欲しい、えー、情報を打つと、いうことをね、言ってもらったと思うんだけど、じゃあ、それをね、じゃあコンテンツにしましたよと。うん。じゃあ、それって、じゃあお客様がちゃんと見てくれるのかどうか、っていうところに、うん、まあ、なってくるんだけど、 自分の欲しいものをあの目の前に入って出されたら、あ欲しいってなるのかっていうと、うん、どう思うちょっとざっくりそっていもんなんだけど。そう,あそうですね。<laughs> ただ、やっぱりその自分の欲しいものがあったら、まあもちろん欲しいなって思って買ってくれる人いるんですけど、うん、やっぱり支してたりとか商品作ってる人が、まあもちろんネットの世界だとあの見ず知らずの人が発信してるので、うん、まずはその欲しいって思った商品でも、 ちょっと疑,疑ったりとか、本当怪しくないかなとか、そういう感情になってくると思うので、うん、なんか、その欲しいものだけをまず発信するのは、あんまり良くはないかなと思います、ねお。というと何が必要になってくるあ、そうですね。まあ、あの、僕もやっぱりビジネス今学んできて、あの、本当に思うのが、ノウハウ、 まずこう発信したりとか、欲しいものとか欲しい情報を発信するんじゃなくて、まずはとにかくそのお客さんをまあ読む姿勢、聞くっていってことが本当に大事になるかなと、自分は思いますね、うん。ちょっと音があの ね、あの、配信がちょっと途切れちゃったかもしれないですけど、ちょっと加藤さん電波重いかもしれない。若干ってますね。うん。まあ、あの、まずお客さんを読む視線をしないといけないよねっていう話、まあ、だったと思うんですけど、そう。まあ、それもね、あの、めちゃくちゃ大事だし、あの、ちゃんとね、勉強してるなっていうふうに思うんだけど、そう。で、あ、ミサオさんから見てますね。えー、マーケティングの基本ですね。えー、誰から買いたいかっていうのも大事だと思いますということで、 うん、まあ、こっちの方が近いかな。どっちかというと。あの、ミサオさん誰から買いたいのか。で、結局なんですけど、あの、いろんな情報を発信するとか、あと、あの、うん、ノウハウをちゃんとまとめて発信をするとか、っていうのは、あの、みんなそうだと思うんですけど、じゃあ、そのノウハウ、自分の中ではお客さんの、えー、悩みを解決するものだっていうふうに思っていて、めちゃくちゃいいノウハウをじゃあ出すっていうふうに、例えばするとするじゃないですか。じゃあ、 それって、ね、その、全然、じゃあ、例えば、加藤さんがコンテンツを出すっていう時に、加藤さんのこと全然知らずに、商品買いましたよ、と。うん、じゃあ、そのノウハウって、あ、そういうことなんだって、なるのかっていう話なんよね、そもそも。うん。そう、全くよう分からん人が、ね、これ、この薬飲んだらめちゃくちゃ痩せるんだよって言ってきたら、どうちょっと怖いですね。なんか怪しくね、怖いよね。怪しい。そうそうそう、うん。 じゃあ、あの、自分の昔からの友達が、最近さ、この、ね、薬飲んでめちゃくちゃダイエット成功したんだよね。ちょっと飲んでみるみたいなことを言ってきたら、どうあ、め、なんか、めちゃくちゃしん、もう信憑性ありますね。あるよね。やってみたい,いはい。そうそうそう。うん。これは何の違いなんて話だよね。だってノウハウは同じやん。薬飲めば痩せるよっていうノウハウとしては同じ。だけど、うん、まあさっきミサオさんも言ってたように、誰から買うのかっていうところ。うん、じゃあその誰っていうのって、 どういうものなのかっていうと、じゃあなんで昔からの友達だったら買うのって話だよね。うん。うん。それはさ、ある程度の信頼関係があるからっていう話になってこん、うん、なります。そう。つまり、そのノウハウを発信するとかこ、これがいいんだよっていう時に、一番大事なんで信頼関係なのよね。信用されていること、うん、この人の言ってることは大丈夫なんだって思うことが大事なのね。うん。 ま、それも含め、あの、最初の聞く姿勢っていうところにはなってくるんだけど、そういうところで、自分は、もう、怪しくないんだよとか、信用される人間なんだっていうふうに、まず、信憑性を、あの、ちゃんと歌っていかないといけないっていうことになるんですよ。うん。そう。止まってますね、ちょっと。うん。うん、うん。加藤さん大丈夫聞こえてるちょっと止まってますね。 聞こえてますはい。あ、聞こえてるあ、おっき画面がちょっとって。うん、あ、来ましたかはい、大丈夫です。今、ちょっと動きましたねう、うん。そういうことなんですよね。だから、うん、いかにして信頼関係を構築するのかとか、自分の言ってることが大事なんだ、うん、正しいんだとか、そういうふうにして、ちゃんと信頼を作るっていうことを、まずやっていかないと、 そのノウハウをどんだけ偉そうに話したところで、全然その聞いてくれなかったりとか、やってくれなかったりとか、これほんまかよって思われたりとか、そういうふうになってくるんですよね。そう。え、ミサオさんめちゃくちゃいいですね。ちゃんと勉強したことをね、あの、どんどんどん発信してて、あの、他の人もこういうふうにね、勉強したことをどんどんコメントに出していってもらえたらなと思ってます。まあ、情報発信の中にね、信頼を作る。うん、その通りなんですよ。そう。だから、どれだけそのノウハウがすごいあったとしても、 うん、なかなか聞いてもらえない。うん。なんか、コンセプトとかめちゃくちゃ尖って、そういう人バーンって引っ張ってきて、で、あの、売るとかも、もちろんできたりはするんですけど、結局、じゃあ、高単価の商品売るっていう時に、ね、何の人かわかんない人から、ね、お金を払って買うとか、やっぱなんないわけなんですよね。だから、まあ、個別面談の中で、じゃあ、信頼関係をちょっと作っていくとか、まあ、その前段階で、まあ、ちょっと一本動画を挟んで、で、信頼関係をちょっと作っていくとか、 やっぱどこかしらには、この人は大丈夫なんだっていう要素がないと、やっぱ商品も売れないし、ノウハウもちゃんと見てくれないっていうことになるんですよね。だから、ほとんどの方って、そのコンテンツを作るとき、どういうことを考えるのか。もちろん、いい内容にしようとか、そういうことを考えると思うんですけど、それはめちゃくちゃ大事ではあるんですよね。ですけども、やっぱり、その信頼関係っていうのをちゃんと気づかないと、ちゃんと聞いてくれないし、見てもくれない。コンテンツ見ても、ふーんってなってしまう。 それで、あの、次のステップ、例えば個別面談に行かないとか、まあ、バックエンド買ってくれないとか、そういうことが起こってしまうわけなんですよね。まあ、LINE 登録するときも、この人も LINE 大丈夫なのかななんか怪しいかもなとか思えちゃうかもしれない。そう。っていうのがあるので、なので、信憑性、信頼関係を構築する。っていうことがすごい大事になってくる。本当これは、あの、皆さん忘れないようにしてもらえたらなと思っています。はい。えー、鈴木さん、えー、コメントしてもらってますが、 相手に寄り添って共感してもらう。うんまあ、共感してもらう、そうですね。共感してもらうのもすごい大事です、まあ。ただどっちかというと共感させるようにする。ですね。そう、うん。なんか自分がノウハウポーンって出して、相手が勝手になんか共感してくれるじゃなくて、こういうことを言ったら共感してくれるんじゃないかなっていうところで、あの共感させに行く、うん。当てに行くみたいなのも大事になってきます。で じゃ、ここからなんですけど、あの、なんで今、鈴木さんのコメントを開き寄ったかというと、信頼関係を作る上で、まあ、大事な要素が何個かあるんですよね。で、そのうちの1個が、えー、共感してもらうことにもなってくるんですよ。まあ、共通点ですね。どっちかというと。人間っていうのは、共通点があると、あの、なんか信頼を置けるようになってくるんですよね。うん。なんかそれってなんとなくみんなもわかると思うんですよ。 例えば、この人はね、私に近いなあ、なんか私のこと分かってくれそうとか。例えばね、まああの、さっきダイエットを話してたんですけど、じゃあダイエット系で、あの、例えば、そうだな。いや、運動すれば痩せるからみんな運動しろよ。なんで運動しねえのみたいなことを言ってる人がいたら、いや、この人と自分、相性合わんな、とか、ちょっと思わん。<laughs> うん。いや、運動も,もちろん分かるけどさ、運動めんどくさいし、やりたくないし、ね、うんうん、そんななんか、 例えば、サウナスーツバリバリ着て、ランニング毎日1時間走ったらうまくいくよって言われても、いや、そんなんできんしってなっちゃうと思うよね。そう。だから、いかにその自分と近い存在であるとか、あ、なんか自分のこと分かってくれそうとか、っていう,うなそな共通点、共感を与えるということは、すごい大事な要素の一個になるんですよね。だから、例えば、その自分の,そのライフスタイルとか、もうそう。 自分のその生活もそうだし、あと考え方が一緒とか。うん、まあ、あと、まあ、そうだな、友達とかだったら好きな音楽一緒とか。あ、あのアーティスト好きなあ、俺、今度ライブ行くんだよね。え、俺も行くえ、そう、一緒に行こうぜみたいな。仲良くなるじゃんみたいなね。そう。めっちゃあるんですね。うん、そう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 。と、うん、から価値観が一緒とかね、うんうん。まあ、価値観、いろんな価値観があるけどね、それは。うん なんか共通するようなものがあるとすげえいいなって思ったりとか。うんうん、あとまあ、よくあるの感情の一致とかもね、よくあるんだけど、うん、自分がこれ美味しいと思ってるものが、他の人も美味しいって言ったら、わ、俺もそれ好きなんだよね、みたいな。あ,あ確かに。そうそうそう。そしたらさ、あなんかこの人と相性いいかもな、とか。うん。うんうん、そう。だから分からんけど、この前、じゃあこの映画見に行ったんだよね。あ、俺も見に行ったそれ、みたいな。うん、そう、この前、コナン見に行ったんだよね。 いや、こだん20年前かもうずっと好きで、もう毎回毎回映画館行って見てんだよね。うん、この前のなんちゃらなんちゃらのやつも、あの、めちゃくちゃ買った。みたいなこと言うと、いや、俺もめっちゃ好きなんだよね、みたいになる。イメージね、うん。そう。だから、その、まあ、感覚的になんだけど、例えば、あの、学校でさ、最初に、あの、入学式とかさ、まあ、クラス分けとかでさ、もう右も左も、もう誰が誰かようわからんみたいな状態ってあるじゃん。で、その中で、 ねえ、誰とどんな話をして仲良くなるのみたいな。なんかそのイメージにちょっと近くて。うんうん,、うん、うん。そうするとさ、なんか、ね、どこどこ中なんみたいな話で、<laughs> お、俺もどこどこ中みたいな。<laughs> とか。めっちゃありました、ね、<laughs> あるよ<の>ね。<laughs> めっちゃありました。<laughs> そうそうそう。なんか、え、部活何すんのお、俺バスケみたいな <laughs>、うん。どこ、え、俺もバスケとか。ね加藤さんってサッカーだると思うから、おサッカー部入ろうと思ってるのお俺も俺もみたいな。ちょっと仲良くなることないめっちゃなりますね。 そうそうそう <laughs>、うん。だから、その、まあ、信頼関係を構築するため一個の手段として、こういう共通点みたいなものは結構大事になってくるから、なんかあの、普段のさ、発信の中で、ノウハウだけ発信をするとか、だと、あの、よくその人のことようわからんのよね。毎回毎回、じゃあ今日はこのノウハウについて話します、解説します、って言ってる人と、 あと、なんか自分の趣味思考とかを言い混ぜながら話してる人だったら、絶対さ、趣味思考入れながらやってる人の方が、なんかどんな人間かわかりやすいし、あ、ちょっとね、あの人間味が出て、なんかいいなって思われたりするんよね。そう。で、こういうのが、まあ信頼につながっていく。まあ一個の要素です。そう。 で、あの、まあ、本当はね、他のものから話をしようかなと思ったんですけど、あの、鈴木さんが共感しちゃって話があったので、ちょっとそこからね、派生して、ちょっと一個話をさせてもらいました。で、こういう手段が、まあ、いくつかあるんですよね。で、これを、あの、ちゃんと覚えることによって、まあ、コンテンツの中に入れたいとか、あの、自分の個別面談の中で入れたいとか、そういうことをぜひやってほしいなと思ってて、うん だから、例えば今の,あの共通点の話で言うと、じゃあどうやってコンテンツに落とし込むのかっていうと、どういうふうに落とし込んだらいいと思う加藤さんは。<laughs> これ、たぶんここ入れれるな、みたいな。あなのあ、ど。あどういうふうに入れるそうそうそう。コンツの中にいるとですね。うん。あーあ、なんかえ、コールドリーディングとかそういう感じですかね。なんかコールドリーディング。はい。 あ、具体的にって感じですかね。あ、そう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 。うん。あそうですね。まあ、ビジネス系とかの発信だったら、うん、そうですね。なんか、SNS、まあ、X とかあの、毎日毎日、こう、長文とか、あの、考えてポストするの、めんどくさいと思いますよね、とか。う,ん、うん、そうですね。なんか、リサーチ、リサーチも、あの、 どれから手をつけていいか分からなくて悩んでませんかみたいな感じで、うん、まあ共感していくのも一つありかなっていうふうに思いますね。うん。まあ、プラスアルファとして、例えば、うん、あの、じゃあエッセンスの方が言うと、うん、エッセンス毎日毎日発信して、なんかすごいめんどくさくないですか 実際僕自身も前に SNS で発信していたんですけど、本当なんかめんどくさくて、毎日毎日、その投稿するネタも、あの、パッと思いつかなかったり、まあ文章を書いても、その、全然反応はなかったりして、本当にこのまま、あの SN、SNS で毎日毎日発信し続けて、本当に稼げるのかなって、なんかすげえ不安だったんですよね、昔。だからもうめんどくさいし、あの、ビジョンも、稼げるビジョンも見えなかったんで、もうやめちゃいました。でも、それよりもいいもの出てきたんで、 あの、今、それ使ってお金稼いでんで、ちょっと皆さんにシェアしようと思います、みたいな。そう。だから、こういう問題あるよね、みたいな。加藤さんのやつはなんか問題提起みたいな感じなんだけど、うん、うん。プラス、あの、自分もこうだったんだよね。すげえ大変なの分かるぜ、うん、みたいな。みたいなこと言ってる。うん、ああ、うん,うん,うん、うん。そう。まあ、そういうふうに、あの、コンテンツの中には、あの、まあ、散りばめていけるだろうなっていうのは思うし。うん、うん。そう。 あと、例えば、あの、最初の自己紹介のところで、最近の贅沢はこういうことやりました。うん、みたいな形で、あの、うん、最近の趣味だったりとか、そういうのをあの出していく。うん、例えば、あの、何でもいいんだけど、うんまあ、わかりやすいのでさっきコナンの話したんでいや、毎回コナンの映画も絶対に行くんですよね。この前もめちゃくちゃろかったっす、みたいな、うん。みたいな。そういうなんか、あの、最近趣味ありますとか、うんうん、でもいいし、最近、あの、例えば、 こういうその、なんか、場所行きましたとか、こういうちょっとお菓子買いましたとか、いや、スタバの最新作を毎回買ってます、みたいな。で、最近これ飲んだんですけど、やっぱめちゃくちゃうまかったっつって。もし飲んでない人いたら、あの、飲み、飲んでください、みたいな。うん。とか、何でもいいと思うんだけど、まあ、その話の流れで最適なものをちょっと、え、乗っけていくっていうのは、まあ、一個ありかなまあ、その、SNS の発信の中でも、 今、これちょっとめちゃくちゃ好きなんで、そのスタバの最新作、今、桃とかだと思うんだけど、うんうん、それちょっと飲んでめちゃくちゃうまかったっす、みたいなことを投稿するだけでもさ、いいよねって思うし。確かに、そうですね。人となりとかなんかその人間性わかる、人間味が出ますよね。ーーそうだと。じゃなくて。うん、そう。まあ、とか SNS や発信していくときだったら、あの、いや、昔は、その、やっぱスタバ高いから、なかなか行けなくて、 で、あの、最新作の一番小さいサイズしか買ってなかったんだけど、もう今は普通のそのトールサイズとか買って、プラス、あの、ちょっとチーズケーキとか、あの、うん、プラスで買えるようになって、いや、すげえ、なんかでも、これだけでも人生マジ充実してる、みたいな。うん。今日も糖分、えー、糖分補給して、だから今日も頑張るぞ、みたいな。ういう発信してってもいいと思うよね。うん,うんうんうん。うん。う。ちょっと人と何が見えてくるじゃん、それって。はい。うん そういうふうに、まあ、共通点が大事なんだよということで、あの、うん、ちょっとね、時間が、共通点を話してるだけで、めっちゃ時間がかかっちゃってるんですけど、<laughs> そう。他のやつもね、ちょっと、あの、話していこうかなと思ってて、他のやつで言うと、例えば実績。うん。まあ、よくあるよね、うん、実績って。結構わかりやすいですね。そうそう,そう確かに身体感とか、この人すごいんだなって思わせる上で。そうそうそう。うん、だから、話をしてる人が、どれだけすごいのかとか、どういうものが強いのかとか、 やっぱそういうのが分からないと、この人の話聞いてもなんか大丈夫なのかなって。うん,うん。うん、思ったりするよね。まあ、すげえ極端な話で言うと、なんか昆虫博士が昆虫のことを話してくれたら、なんかすげえ詳しそうなんじゃないかなって思ったりする。うん、みたいなイメージ。でもその辺のなんか小学生が無知について話すよって言っても、そんな詳しくないだろうって思ったりするそう,す、ね、そうそうそう。だから昆虫博士であるっていうのは実績の一個だと思うよね。うん。うん。そう。 で、あの、ビジネス系とかで言うと、あの、わかりやすいのが、やっぱり数字を出すこと。うん。うん。過去の実績を、まあ、事実を元にしてちゃんと伝えること。うん。やっぱこれに尽きるかな、というふうに思っていて。うん。でもやっぱり、こういう、こういう話をすると、よく、いや、でも自分実績ないんですよね、とか、いう人結構いると思うよね。<laughs> ま、加藤さんもさ、この前まではさ、本当にマジで初心者だったわけじゃん。そうです。うん。うん でもさ、じゃあ実績は出した方がいいよねっていうのはやっぱあるわけであって。うん、そういう時に、はい、加藤さんは実績ってどういう風にやったのっていうのをなんかちょっと皆さんにシェアしてもらえたらいいなと思っていて。うん、あ、そうですね。なんか、うん。結構ま自分が数字出しましたみたいなのだと、あの、まだ実績がないんでそれは言えないので、なんか例えばこう、自分だったら、あの、リサーチ、あの、X のプレゼント企画、 の、えー、ポストを、あの、まあ、1000人以上分析しましたとかをいうことで、あ、この人すごいこう、研究熱心だなとか、あ、1000人も見てるんだったら、あの、なんですかね、その無料プレゼント企画とかにおいては、すごい特化してる人なんだなっていうのもわかりますし、あとは、そうですね、まあ、あ稼いでる人とかの、なんか実績とかを借りたりとか、 あの、こういうノウハウをやると、あの、こう、なんですかね、月何十万円、何百万円稼いでる人いますよっていう感じで、まあ、かあの、そういった実績を借りるっていうのも一ついいかなと思うし、自分もそういうのでやってきましたね。うん。なるほどね、うん。そうだな。うん。まあ、さっきの実績借りるっていうところに関しては、うん、うん。なんか、あの、例えば累計1億稼いでる人が使っている手法を使って、 あの、自分もビジネスを行ってます。とか言うと、まあ、凄そうにちょっと見えるよねっていう話がまず一個だと思うし、さっきの、えなんだろ、まあ、1000人リサーチしましたっていうのは、やっぱリサーチをしましたっていうのって別に誰でもできることだと思うから、うん。なんかお金を稼いだって実績じゃなくてもいいよねっていう話だよね。うん。そう。鶴本さんもそうですね。関心も数字を上げなくてもいい。あ、でも数字で会話した方がいいですよ。もちろん。 ま、お金を稼いだって数字じゃなくてもいいよって話。だから、さっきの加藤さんのお話の中で言うと、例えば、コンテンツを出す際に、そのコンテンツは、あの、タイトルどういう、あの、売れる商品を作れるのかとか、どういう、あの、まあ、コンテンツを作ればいいのかっていうような、あの、コンテンツだったんですよね。だから、1000人以上見てきた自分がお話をするコンテンツのタイトルをどうやって作るのか教えますよと。 そういう時に使った実績がさっきの話なんですよね。うん、そうすると、ね、なんかめちゃくちゃ詳しそうって思いませんか、うん、そう。これでも実績になるんですよね。そう。だから、鶴本さんの言ってる通り、必ずしも数字を上げなくてもいいんだよっていうのはその通りです。うん。はい。すいません。ちょっと一個コメント飛ばしてたみたいなんですけど、えっ、ー、と、ミサオさんが自分の失敗談みたいなものを入れて、こんな自分でも大丈夫なのであなたもできると思ってもらう。うん まあこれはちょっと違いますか、うん、ということで、まあ見せ方によるかなっていう。うん。そう。うん。そうですね。うん。まあ例えば、まあこれは実、あの信頼関係とはちょっと違うんですけど、うん、えっ、ー、と、例えば、もう、うん、全然パソコンの使い方がわかんない自分でも、あの、スマホでできたとか。うん。っていうのでもまあ、 いいかなと思いますし。まあ、見せ方次第ですね。まあ、ターゲットがどんな人で、で、どういう商品を打ち出そうとしていて、どういう人間を集めたいのかにちょっと寄っては来るので、必ずしてもそれがいいってわけではないんですけど、うん。まあ、ただ、あの、自己開示をするっていう面では、すごいいいと思ってて、あの、やっぱ、全部が全部、自分が完璧であるっていう見せ方はしなくてもいいんですよね。うん。そう。 例えば、別にその、自分本当にパソコン苦手で、で、もう分かんないことたくさんあると。そう。だから、あの、パソコン関係は、あの、今、生徒さんにちょっと教えてもらってるんですよね、みたいな。例えば、僕はめっちゃパソコン苦手で、で、その、ね、分かんないから、ちょ、加藤さん、ここどうすればいいこれって、みたいなことを、なんか、結構教えてもらってるんですよね。みたいなことを言っても、全然それはいいと思ってて、そう。ま、昨日、昨日やったっけ なんか、僕がさ、最近探してた音源をさ、加藤さんが使ってて、わ、まあ、それどこから出に行ったみたいなちょうど昨日、ね、ちょうど昨日やね。ねうん。そうそうそう。ね、それをね、聞けて、わ、なんかもう、めっちゃ時間かけて探してたんだけど、全然見つからなくて、そう、加藤さん使ってて、まあ、それちょっと昨日教えてもらったんですけど、うんうん、そう、なんか別に必ずしも完璧じゃなくてもいい。うん、別に音源探すの苦手な人、みたいな感じでも全然いいと思ってて、そう。うん それで自分の価値は別に下がらない。うん。うん。そう。ね、ちゃんと結果が出てれば、別になんか苦手なものが別にあってもいいよねっていうのは全然ある。うん、パソコン苦手だ、なんだけどね、とか、うん。そう。なんか、うん。まあ何でもいいんですけど、そういう、なんか苦手なものをちゃんと自己解示する。うん。なんか、例えばお金稼ぐことを教えてますって人が、いや、でも実は俺お金稼ぐ苦手なんだよね、とか言ったら、はってあるから。<laughs> <laughs> どういうことやねんって <laughs> なっちゃうから、それはもちろん NG なんだけど、うん、と直でお金関わることじゃなくて、うん、いや、実はちょっとこれ苦手なんだよね、みたいな。うん、うん、なことを言うと、ちょっと人間味があるというか。そうですね。うん。そうそうそう。うん。っていうのは、あの、話だったりします。はい。はい。で、えっと、まあ、まず、えー、信頼関係を得るために、まあ、お話していることで言うと、まあ、共通点があるよねと。あと実績があるよねと。 うん、そう。ま、あとは、あの、まあ、よくあるのが、バンドワゴン効果っていうものがあって、まあ、言えない場お客さんの声、ないのね。うんうん,、うん、うん。お客さんの声。うん。で、お客さんの声がたくさんあると、あ、やっぱこういう人にも教えてきたんだな、とか、あ、こんな人でもこんな風になれたんだな、っていうのが出てくる。うん。なんか例えばアマゾンとかでさ、商品買うときもさ、なんかアマゾンのレビューめっちゃ見めっちゃ見ますね、僕は。そうそうそう。 ね、これ本当に大丈夫なのかなとか、自分で分かんないことあったら、あの、レビュー見て、あ、こういう風な使い方しても大丈夫なんだなとか。うん、そう。だからレビューが全くなかったら、この商品大丈夫なんって思ったりとか。うん。だから、その、お客様の声っていうのは結構大事だったりはする。うん。一個の信頼関係を獲得するための、まあ、一個の方法だったりはするよね。うん。うん。そう。だから、本当にうまくいってる人がいるんかどうか。 まあそれは実際やっぱこうやって見てみないとわかんない。うん。だから、いや、たくさんの人も教えてますよってなったとしても、本当にってなっちゃうから。だから、まあ今この、例えば僕が教えてる人も何人かいるんですよ。で、実際に加藤さんって人お金稼げてるんですよ、みたいな。っていうのは僕が言うだけだと、やっぱり本当かってなっちゃうから、こうやって画面に一緒に出て話すとかね。 あと、今、こうやってインスタライブでコメントなんかみんなしてくれてありがとうみたいなのを思ってるんですけど、そう、みんなこうやって、あの、今、こういう形でセミナーをして学んでもらっていたりとか。っていうのは、まあ、目に見えるから、まあ、めちゃくちゃいいよね。そう。だから今、あの、鶴本さんと三沢さ,さんめちゃくちゃコメントして待ってると思うんですけど、もう彼らが今今日一番学んでるんじゃないって思いますね。う,う,う,うん。うん。コメントして参加してって。 そう。まあもちろんあのね、移動中ですって方もいると思うんで、あの、そういうことは仕方ないですけど、なるべくコメント参加するようにしてください。はい。で、まあお客さんの声ですね。で、お客さんの声で大事になってくるのが、あの、ビフォーアフターをかあの語ることなんですよね。うん。うん、うん。こういう人でもこういう風になりましたってやつ。うん。だから、あの、めちゃくちゃ頭良くて、東大出身の人が、あの、1ヶ月で決勝100万稼ぎました <laughs> とか言うと、 全然現実見ないですね、それじゃ。そうな自分でできるかなってなります、なっちゃいますね。そうだよね。遠すぎるんよね。うん。それなんか頭良くてさ、できたんでしょうとか。うん。やっぱそういうふうに見えちゃうじゃん。うん。だから、やっぱそのターゲットに合わせて、ビフォーアフターの見せ方っていうのを変えるってことが結構大事だったりするんよね。うん,う,んうん。うん。そう。で、まあ自分のターゲット、うん、を考えていくってことが大事になってきて、まあ例えば、うん、まあちょっと遠い例で言うと、 もう、半年で下賞1000万行きました。うんうん、ちょっと遠くねって話だよね。そう、いや、そんないけるのかみたいな、うん。だから、その、もともとのターゲットと、あと、自分の、その、えー、っと、ビフォービフォーの方、お客さんの声の変化する前の人を一致させる必要があって、うん 例えば、40代のサラリーマンの声がめちゃくちゃたくさん乗ってたら、そういう人が集まってくるだろうし、例えば40代の主婦の女性で、もう全然パソコンとかもようわかんないです、みたいな、あの、ビフォアを乗っけまくると、そういう人が集まってくるだろうし、だから、そのビフォアとアフターの見せ方とか、どういう風な人をお客様の声に乗せるかによって、集まってくるターゲットがそもそも変わるんよね。 だから、主婦の方のレビューがたくさんあると、うん、普通のサラリーマンの男性は、いや、この人から教わっても自分いけんのかなってなっちゃうわけ。あ<ー>うん、でも、主婦の人だったら、あ、この人から教わったら、なんか同じように変わった人いるから、もしかしたら自分いけるかもって思われたりするわけ。うんうん、だから、そういうお客さんの声の見せ方によっても、自分の信頼関係の,あの残高みたいなものは変わってくるよね。うん,う,んうん。うん、そう。 まあそういうところを、あの、めちゃくちゃ意識してほしいなというふうに思っています。うん。だから、何を言えばいいのかではないよね。誰が言ってるのか。お客さんの声も誰がどういうふうに言ってるのか。これによってかなり、あの、見え方とか、あの、変わってくるので、こういうのをですね、皆さんちょっと気にかけてほしいなと思っています。うん。はい。ということで、えっと、ま、実績と共通点と、あとお客さんの声と、うん、言いました。 で、あと、ここからは、あの、実は、ね、実績とか、そういう強い実績とか、そう、基礎みたいなものとか、がなくても、信頼関係構築できる、ちょっと技みたいなものを、ちょっと、お伝えしていければな、というふうに思ってます。さっきのさ、実績とかさ、あと、お客さんの声とかはさ、やっぱやっていかないと身につかないこと多いじゃん。うん。どっちかというと、うん、そういう系、うん。なんだけど、じゃあ、これから始めます、みたいな。 あの、これ、今、インスタ見てる人もそうだと思うんですけど、いや、自分実績ないんです、とか。ね、お客さん、おらんし、みたいな。そういう状態。じゃあ、自分実績も出せないし、まあ、実績の出し方、さっき伝えましたけど、うん。お客さんの声もないし、まあ、信頼関係どうやって得るのっていう話になってくると思うんですけど、大丈夫です。はい。で、そのための一個のやり方は、あの、一番最初に言ってしまったんですけど、共通点です、ね。まず。うん,う,んう,んうん。それって別に、実績あるかないか関係なくない ないですね。そう。全然。そうですね。相手の共感、得れれば全然、誰でもできますね。そうそうそう。誰でもできるよね。だから一個は、お客さんとの共通点をちゃんと見つけることを探すこと。うん。それがあれば結構強い。っていうのが、まあ、まず一個、あります。うん、あとは、あの、実際に、その立ち振る舞いもう、一個の実績に関わってくるものになるよね。立ち振る舞い。わかる えー、ちょっとわかんないかもしんないです。まあ、オッケー、OK、ケーです。うん、うん。そう。で、立ち舞いっていうと、あの、見た目の印象だったりとか、あと、どういうことを話しているのかっていうことだったりとか。うん,う,んうん。うん。それでもだいぶ印象変わるよねっていう話。うん。うん。なんか極端な話で言うと、そうだな、うん。その、前にさ、ツイッターで見たんだけど、ツイッター時代に見たんだけど、 あの、二つの画像があって、で、あの、お医者さんがね、この薬、あの、いい薬ですよ、っていう風に言ってる画像があったんよ。はい。で、同じ、あの、セリフをね、違う人が言ってた画像が横にあったんよ。この薬、いい薬ですよ。それ、ヤクザみたいな人が、この薬、いい薬ですよ、って言ってる。全然違くない意味合いが全く違いますね。受け取る方の。<laughs> そうそうそう。 言ってること,と同じなのに、外見的な違いによって、全然印象が変わってくるんよね。そう。だから、どんな人が話すのかによって、そう、伝わり方が違うよって話だよね。うん、まあ、ちょっとわかりやすい例で話したんですけども、そう。で、実際に、やっぱそう、見た目の印象、あの、えっと、メラビアンの法則っていうのって知ってる加藤さんは。聞いたことありますね。うん、なんか見た目とか、うん、なんか、 何ですか声とかそういうので、なんか、総合して100%になるけど、みたいな感じのやつですよねあ。そうそうそう、うん。何を話すのかっていう言語情報は、実は100%中7%しか、まあ、その関係ないよって言われてたりするよね。残りの、えー、93%は55、55%が実は、あの、見た目の情報。で、残り38%が耳からの情報。うん、そう。だから、見た目と耳から聞こえる音 で、人は印象というのをすごい、あの、まあ、作り上げてるっていうことになるんですよね。うん、そう。だから、その、見た目の印象ってすごい大事。だから、なんだろうな、顔にすげえワが入ってる、ヤクザっぽいおじいちゃんみたいな、例えば。うん、が、あの、言ってることって、まあ、すげえ、なんか、信憑性があるというか、ちゃんとしたこと言ってそうだなっていうふうに思えると思うし、うん、まあ、逆に、 なんだろうな、その、ホームレスみたいな人が言ってる、うん、言葉は全然信憑性なかったりとか、うんで。もしかしたらホームレスの方の方が、ぽい見た目の方の方が本当のこと言ってるかもしれない。だけど、見た目の立ち振る舞い、見た目の印象だったりとか、あと、あの、話してる雰囲気だったりとか、そういうので、もう全然もう違うように見えてしまう。うん。っていうのが、まあ実際問題あるわけなんですよね。 でも、これは別に、加藤さんの人生でも、そういうのあったりしないそうですね。なんか、あれですか、ね、こう、自信持って話してると、なんか、それっぽく聞こえるみたいな感じですか、ね、あそうそうそう。いうことですよね。あそういうこと、<か>そういうこと。確かに、それいっぱいありますね。うん、えそうそうそう、うん。だから、まあ、例えばこの動画、僕のインスタの動画、初めて見ましたって方。 が、まあ、僕は堂々と自信持って、なんか、これこうなんだよ、とか、なんかいろいろ話してて、あ,あ、すげえな、と思ってくる方もね、もちろんいるかもしれないし、うん。この前、あの、YouTube の動画見てもらって、あの、ビジネススクールの闇っていう動画、これをあの、YouTube で公開したんですけども、まあ、そうすると結構反響も良くて、うん、最近あの、コメントに入ってくれた方も、あの動画見て入りましたっていう人もいるぐらいで、なんかすごいありがたいな、と思っているんですけども、そう。 まあ、あの、見た目の印象とか、どういう風に話しているのかとか、うん、そういうのは、あの、すごい大事になってきます。うん。なるほどそう。な、逆に言うと、それで、結構、あの、厳しい目に遭うってこともあったりするよね。うん,う,んうん。うん。例えば、僕がビジネスを始めた、約8年前は、僕は、うん、あの、24歳か。うん。だったんですけど、うん、あの、僕はやっぱすごい、あの、見た目上動画に見えることが多くて、 24歳でも、なんか高校生とか大学生ぐらいに、あの、まあ、自分で言うのもなんですけど、やっぱ見えてしまっていたわけなんですよね。うん、だから、最初の方って、もう、あの、全然制約は取れなかったんですよね。うん。うん。まあ、6人、7人話して、1人制約するかどうかぐらい。うん。うん。そう。まあ、5、6人か。うん。で、まあ、1制約取るみたいな。結構なめられてしまう。ような、うん、そういう、まあ、見た目をしてたんですよね。 話してる内容は、まあまあ、普通のこと言ってたと思うんですけど、やっぱりその見た目の印象だったりとか、まあ話す印象だったりとか、まあそういうので、まあ結構、あの、ビハインドというか、そういうのがあったので、だから外見的な印象がいい人はやっぱ結構良かったりもしますし、まあ悪い人はちょっとマイナスな面が多かったりもするんで、まあそういうのは、あの、日々めちゃくちゃ一生懸命、あの、人生を生きると、あの、顔にも出てくるし、 言葉にも強く出てくるんで、なんか一番の解決策は、あの、一生懸命生きること。うん,う,んう,んうん。うん。なんかボコも,もないかもしれないですけど。うん。でもそれすると、ですよね。めちゃくちゃ。うん。うん、と、あ、なんか今、いろんなちょっとコメントが来てますね。えー、極端なし、大げさなことを言うってことでしょうかと、そうではないですね。大げさなことを言えばいいってわけではないです。うん。まあ、嘘を言うみたいなことになっちゃうのはちょっと良くない。うん。 なんか真摯にちゃんと言葉を伝えましょうみたいな話にちょっと近いですかね。で、その真摯に言葉を伝えているかどうかっていうのは、日々自分がどう考えているのかとか、何を大事にして生きているのかによってくるんで、うん、だから、その、適当に大げさなことを言えばいいってわけではない。かなう、うんうん。そうえー、鈴木さん、トランプさんとかもすごいですよね。そうっすよね。まあ、最近トランプさんなんか、あの、何でしたっけなんか、あの、 打たれてるですか、うんあ、え、なんか、選挙ですから。あ、選挙、選挙。うん。で、なんか、ちょっとニュースになってたけど。はい。そう。ま、あの人も、ま、あすごいよね。ま、あ選挙でいう人って、まあ、堂々と自分の意見を本当に、100%、その、出し切ってね、やられてるんで、うん、あの、いいことも悪いことも、なんか、ああいう形は堂々と、やっぱ、言ってるのでね、ねやっぱり、すごいよね、と、うん、<laughs> と思います、ね。うん ノブさん、あ、いいですね。服装の話ね、あのー、今しようと思ってたんですけど、そう、服装や話、口調などもすごい大事にはなってます。はい。で、えー、っと、うん、ウィズ、ウィズティリアさん。はい。ありがとうございます。えー、っと、子供でも理解できる言葉を使っている方のお話は聞きやすいと思います。そうそう,そう。うん、なんか、難しい言葉をね、あのー、使うと、なんか、ようわからんってなっちゃうので。うん、うん まあ、これは、うん、あの、どっちかというと、その、まあ、基本みたいな話ですね。発信の基本。うん、な信頼関係得る得ないみたいな話じゃなくて、なんか伝えるための基礎知識みたいな。まあ、感情といがの一個でもあったよね。うん、ありましたね。うん。そう。それが人の感情を動かすために分かりやすい言葉を使うっていうのは、人の感情を動かす要素の一個として、実は入ってるぐらい、まあ、大事な要素だったりもするんで。まあ、こういうところで一個ちょっと覚えてもらえたらなと思っています。はい。 で、さっきのぶさん言ってくれたように、まあ、立ち振る舞いの中には外見的な要素があったりします。まあ、清潔感があるよね、とか。表情が自然。まあ、なんか表情カチカチでなんか <laughs> 言ってる人とか。うん。なんかその、目が死んでて、なんか、僕は皆さんのためになりたいと思ってるんですよね。<laughs> みたいなこと言うと <laughs>、こいつ本当に思ってるんかっていう風になるので、表情と、まあ、限度が一致していること。 うん、もうもちろん大事だったりはします。うん、そう。あと営業マンとかは、よくね、その、髪の毛オールバックとか、なんかちょっとセンター分けとか、なんか、やっぱおでこ出てると、なんか、清潔感がある印象になるとか、うん。まあそういうような印象みたいなやつは、すごいあの、大事にはしてる方が多いですね。あとは、あの、今回のこのセミナーなんですけど、あの、僕自身は、あの、全然その台本とか用意してないんですよね。台本とかあると、うん、なんだその、結構堅苦しい、 あの、話し方になったりとか、なんか不自然な感じになったりするんで、なので、あの、話す要点だけちょっと僕はまとめてるんですけど、まあ、それに沿って、一個一個ちょっと話をしているっていう感じになります。なんか、あの、動画とか作るときに、あの、台本とかって話すと結構不自然になったりもするんで、まあ、そういう印象っていうところをすごい大事にしてもらうと、なんか台本とかなくて自分の思いを話すっていう方が、すごい良かったりはしますね。うん。そうそうそう。 えー、ミサオさん、よく思ってもらおうと、その場だけ取り繕っても、日々の行動が伴ってないと、薄っぺらくなりそうですね。まさにそうですね。本当にそうだと思います。そうそうそう。うん。あと、さっき台本ない方がいいよって話をしたと思うんですけど、やっぱ、日々思ってないことは、言葉にできないんですよね。うん。だから、やっぱ日々考えることが、一番やっぱ大事だなと思って,いて、だから、その、とっさの行動とか、とっさの言葉にいろいろ出るんですよね。人間っていうのは。そう。 なので、その、上辺だけ、みたいな、その場だけなんか乗り切ろう、みたいなことは、僕らは無理なんで、できない。相当頭のいい人か、今までいろんな場面を、その、切り抜けてきた、容量のいい人、じゃないと、それはできないよね、と思っているんで、まあ、その辺はね、すげえ、あの、大事にはなってきますね。うん、はい。うん。はい。すいません。今ちょっと佐川さんか、なんか、メールが <laughs>、LINE が来てたんで <laughs>。 <laughs> なんだろうと思って <laughs>。なんか頼んだっけと思って。本んなんか届いたんです。<laughs> あ、んか届くみたいです。うん。そう。最近なんか、あのー、全然余談なんですけど、なんかサプリメントを買って、うん、うん。なんか夜寝やすくなるサプリメントが、あのー、うん、このビジネス界隈で結構有名な方がこの前ツイートしてたんですよね。ツイート、まあポストしてて。うん、で、この、あのー、サプリ1ラム飲むとめっちゃ30分後にめっちゃ寝れるよ、みたいな。 の、あの、言ってたんで、ちょっと人体実験してみようかなと思って、はい、<laughs> あの、買いました、この前。結構教えてください、うん。はい、教えようと思います、うん。まあ、あの、メラトニンっていうものですね。うんうん、そう。まあ、1500円ぐらいで買えるので、あの、ね、今、輸入してるところです。はい。全 <laughs> 然話は変わっちゃいましたが、うん。で、あとは、あ、そう、発言的な内容もそうですね。 うん、あのどういう声で言ってるのか。まあ、その人のキャラクターにも寄ってくるんですけど、これは。例えば、めちゃくちゃ声が低くて、ゆっくり話す人とかもいると思いますし、うんうん、すごい分かりやすい言語化を毎回してくれるとか、まあ、すさまじい専門知識持っているとか。そう。だからもう、次々となんか知らないような、ね、あの、専門用語が出てきて、で、これはこうで、これはこうで、とか。 あの人はこうで、この人はこうで、みたいな。なんかすげえ分析をしてる人とか。そういうような何を話しているのかによっても、まあ、ちょっとすごいすごくないとかはもちろんあったりするんで、まあそういうのも大事だったりしますね。うん。はい。うん、まあちょっと時間もね、結構いい感じの時間になってきたんですけど、そうあとは信頼関係を得るためには、あのー、そう、今日途中でちょっと話をしたことがある内容の一個だったりするんですけど、あの、弱みを見せるっていうこと。 あの途中で、あの、信頼関係じゃないよって言っちゃったんですけど、信頼関係の要素の1個。で、その、自分の弱みを見せるってことが結構大事だったり、まあ。だから、あの、うん、SNS 全然ダメだったんだけど、その、発信もすごい苦手で、最近全然発信しないんですけど、だけど、あの、インスタから集客できてます、とか。うん。だけど、X から集客できて、普通になんか毎月100万ぐらいは上がってるんですよね。でも、その、投稿するのめんどくさいんで、投稿はやってないんです。 みたいなことを伝えるとか。うんと、うん、うん。なんか、あの、自分はこれちょっと苦手だから教えて、みたいなことを、あの、言うとか。うん。うん、そう。だから、あの、途中で加藤さんに音楽のやつ教えて、みたいな。うん、うん、いいっすよ、みたいな。うん。で、ちょっと助けを求めるみたいなことをしてるわけだったりするんですけど、まあ、そういうのでもいいよね。うん、うん。で、そういうのを、あの、こうやって言っていくとか、見せていくっていうのは結構大事だったりもするんで、 こういうなんか自分があの全然最初何もできなかった。みんなよりもできなかったよっていうようなものってあのまあ弱者の,その戦略みたいなものになってくるんですけどそれでも一個やっぱあの信頼関係を得ることができるわけなんですよね、うん。できなかったことをできなかったっていうのってやっぱなかなかみんなできないんですけどまあ失敗談とかもそうですね。途中であのミサオさん言ってくれたようなと。 あ今、ちょっと鈴木さんも言ってくれてますけど、過去の失敗談とかも全然ありです。うん。最初こんなことできなかったんだよね、みたいな。うん。と、っていうのは全然ありです。まあ、それはもちろん、何でもいいかっていうとそうではないで、その、コンテンツを発信する上で、その関係のある失敗談にしないといけない。うん。うん。そう。だから、この前、カレー作って、ちょっと放置したら、今あったかいんで、2日くらいなんか、 忘れて放置してたら、めっちゃ腐っちゃって全部捨てることになっちゃったんですよね、みたいな。っていう話とかしても意味がないわけなんですよね。うん。これこの前の僕の話なんですけど、マジやらかして、そう、ちょっと泣く泣く捨てちゃったんですけど。うん、でもそんな話をしても、まあ意味がないよということですね。そう、ビジネスにとっては関係ないので。うん。と。うん まあ、たまーになんか、ごくたまにね、あの、ちょっとちょろっと発信するぐらいはいいかもしれないですけど。うん。そう。ま、それでもそうですね。ちょっとだけなんか人間性が、人間味があるように見える時ももしかしたらあるかもしれないですからね。確かに <laughs> そうそうそう。まあ、冬だったら大丈夫だったのに、今、そういえば夏だったわ、みたいな。<laughs> スクさんの早い、マジみんな気をつけて、みたいな。<laughs> そう。というのは本当に一週間前ぐらいにいややかしちゃって。はい。すばらしい。全然関係なくて。はい。 で、えっ、ー、と。で、他にも実績っていうものがなくても発信できるものとして、あと、あの、二つあるんですけども、まあ、この話をして、あの、今日はちょっと終わろうかなと思っているんですけど、あの、まあ、一貫性っていうのがすごい大事だったりします。今ちょっと虫飛んでました。はい。一貫性っていうのが大事だったりしてて、あの、自分が、あの、どんなビジョンを持っているのか、何をやりたくて、このビジネスをやっているのか、っていうのが、あの、すごい大事だよ、というところ。うん で、それに対して、ちゃんと覚悟を持ってること。この二つが、あの、実は、すげえ大事な部分だったりするんですよね。で、うまくいく人とうまくいかない人の間には、これかなり大きな差があって、その、まあ、ビジネス系で発信する方って結構多いと思うんですけど、なんでビジネス系で発信してるのっていうことを聞かれたときに、言えないといけないんですよね。基本的には。うん。そう。例えば、ダイエットしてる人も、なんでダイエットしてるの っていうの。いやな、なんとなくダイエットしてる。とかやったら、な、なんでとか <laughs>、なると思うんですよね。そう。うん。だから、なぜビジネス系、まあ、ビジネス系じゃない方もいると思うんですけど、なぜそのテーマで発信をしているのか、どんなビジョンを作りたいのか、っていうことを、ちゃんと、まあ、言語化するってことが、すごい大事だったりするんですよね。まあ、それがないと、なんか、嘘っぽく見えちゃう。うん。うん。そう。っていうのはあります。うん。そう。 例えば僕の場合だったら、あの、会社員の時に、あの、まあ、周りの上司や、あの、先輩たちがみんな、お金がない、お金がないって、なんかずっと言ってたんですよね。そう。で、まあ、僕はその会社員の時の、その上司とか、その先輩たちのことは結構好きだったんで、人間的にもやっぱすごいいい人が多かったし、なんかこの人たちと一緒にいるのすごい、あの、まあ、居心地がいいなと思ったり、まあ、みんなのこと別に嫌いな人もいなくて、まあ、どっちかというとめっちゃ好きだったんですよね。 だから、でも、そのね、毎回、毎回、その、お金がない、お金がないっていうことを聞いて、まあ僕もなんか、いい気はしなくて。うんうん、で、なんか、できることないかなってちょっと思ってて。ほ、うんで、うん、なんか、自分もでも将来、あの、それと同時に自分も将来お金がないっていう生活をするのは嫌だなと思ったんですよね。だから、まあ自分のためにも、その、じゃあ、お金、稼ぐ方法みたいなことを、10年前ぐらい調べたんですよ。で、そしたら、 まあ、あの、ブログとか、物販とか、エフェクトとか、まあ、いろいろ出てきて。で、まあ、最終的には全部失敗しちゃって、あの、ね、コンテンツジネスをやるっていうところに、まあ、たどり着いたんですけど、もう、奇跡的に。でも、そういう経緯があって、その、自分自身でちゃんとお金を稼ぐ、勉強をちゃんとしたいなと。将来的にお金がないっていうのは嫌だなと思って。だから、自分で勉強をして。そうしたら、まあ、ちょっと数ヶ月くらいしたら、お金稼げるようになってきて、 で、お、やったじゃんって、やっぱ思ったんですよね。で、それで、あの、お金がないお金がないって言ってる人に、そう、まあ、無理やりは違うなと思ってるんですけど、なんか、どうやったらお金稼げたのと、うん。で、そうすると、まあ、普通に会社、朝から夜まで会社行って、普通に家帰って、で、まあ、8時とか9時ぐらいに家帰ってきて、まあ、いろいろフリーな時間あるじゃないですか。同じぐらいの時間がみんな持ってるはずなんですよね。 うん、なんか同じ生活をして、同じようにやったらお金稼げるよっていうことを僕がちゃんと立証して、で、なんか、稼げるよっていう風に、なんか教えてあげれたら、なんかすごいいいなと思って。うん。そう。で、まあ僕と同い年の先輩がいて、その会社に。で、まあ彼女もなんか最近できたよう言ってて。だけど、なんか、毎日毎日、やっぱ金ねえんだよなって言ってる、まあその、元野球部の先輩がいたんですよね。 そう。だけど、なんか、いや、でも副業とかな、なんか難しそうだしな、とか、言ってたりとか、いや、お金がないの、お金ないんだよね、でも、しょうがなくないみたいな、まあ、ことを、なんか、やっぱみんな言ってたんで、それが、その考え方もちょっと嫌だったし、なんかできることあるんだったら、なんか教えてあげたいな、と思って。だから、その、お金を稼ぐビジネス系を発信する前から、僕自身は、実はそのビジネス系で、ね、みんなに、その、求められたら、その、教えてあげれるような、 そういう状態にいつでもしておきたいなと思ったんですよね。うん、そしたら、あの、こうやってお金稼ぐと、お金稼ぐことできますよ、いけますよ、みたいな。うん、そしたら、めっちゃハッピーになるじゃないですか。ね、普通に会社通っててお金がない。だ,だけど、まあ、ちょっと頑張ったらお金入ってくる状態になって、まあ、ちょっと今月す、まあ5万入ってきたわとか、10万入ってきたわとか、結構いい幸せな生活を送れるよねって、僕はその時からすごい思ってはいたんで、 だから、そういう普段、その、ね、会社頑張っていってるけど、プラスアルファでお金が稼げて、でも自分はお金がないって言わない生活を、うん、あの、みんなに送って、送ってあげれるようなことが、なんかできるんじゃないか。っていうふうに、ちょっと思っていたんですよね。うん、そう。だから、こうやってビジネスを教えていたりとか、まあ、インサライブやってるのもそうだし、みんなに教えてるのもそう。なんですよ。うん。と、うん、んで、まあ、加藤さんが、その、ちょっとお金稼げになりました、とか。うん。 ちょっと僕のビジョンがちょっとずつ叶ってきている。うんうん、そういうような、そう,ね、そう。っていう思いで、まあやってたりするんですよね。うん。だから別にそんな難しいことでもないし、お金を稼ぐって。まあ、当たり前のことを当たり前に一個ずつやってったらうまくいく。うん。ので、まあそういうことを僕は叶いたくて、発信してたりとか、まあコンサルしてたりとか、まあ週に2回ね、あの、作業会やったりとかしてるのも、まあやっぱ全部そう。 ということに対して、あの、頑張ってやろうという、まあ、ずっと思ってるし、そこに対して覚悟を持ってやってたりもする。ですよね。うん。そう。なので、まあ、そういう思いをちゃんと持ってやっていくってことは、もうとんでもなく大事なことなので、そう。なんかそれ一つあるだけでも、別に実績なくても、思いは伝わるんですよね。うん。うん。だから、なんで自分が、その、ね、今のテーマで発信しようと思っているのか。自分なりの答えみたいなもの。 なんか、やれって言われたからやるわ。っていうのは、全然魅力的でも何でもないじゃないですかね。とだから、そういうところを、まあ、ちゃんと言語化できる。自分はこういうことを思ってるんだ。もう、他の誰が言おうと、俺はこう思ってんだ、みたいな。うん,う,んうん。やつは、すげえ大事。うん。それがあるから熱くなれるし、それがあるからみんなはいいなって思うし、あ、そういうことを思ってたんだな。あ、本当に、やってるわ、みたいな。うん。覚悟を持ってやってるわ、みたいなものも、 あの、大事になってくる要素の一個ではあるんで。だから、実績なくてもこういう思いがあれば、もううまくいく。し、信頼関係がちゃんとできれば、もうそれだけで商品買ってもらえる。コンテンツを最後まで見てもらえる。うん。その後の個別面談にも来てもらえる。そう。だから、もう思いとか考え方とか。そう、信頼してもらおうとすること。もう何よりもそれが一番大事なんで、コンテンツを作る時もそうだし、個別面談する時も、まあ信頼されるように。 ちゃんと動くみたいなイメージを持ってもらうと、あの、めちゃくちゃうまくいきます。うん。うんう。プライドをしっかりと持つことでしょうかそうですね。まあ、そんなイメージですね。まあ、プライドっていうのも、ま、誇りかなうん。まあ、似てるかもしれないですけど。うん。まあ、なんか誇りをちゃんと持ちましょうみたいな。なんか思いを持っています。うん。うん、う。うん。だから、なんか誇りっていうのは、なんか自分はこういうことをしてら誇らしいみたいな、なんか、イメージ。 があるので、まあそっちの方がいいかなと思ってて、プライドっていうのはなんか、いらないプライドを持ってる、あのー、人もまあいたりするんでう、まあ、いい方向のプライドをちゃんと持つっていうところですね。うん、ノブさん、なぜそれをやるのかという理由が強い方がやりきれます。そうそうそう。自分がやる理由にもなるし、それを他の人もちゃんと知っておくことによって、あ、この人本当にちゃんと頑張ってやってるわっていうところにもつながってくるので、だから、なんか、あのー、 こういうのを持ってるのが、なんか、まあ、大内省なり、あの、持ってることは、僕はなんか、普通だと思っていたんですけど、でも、お金稼げない人を見ていると、なんか、全然そんなのを持ってない、自分の、その、思いみたいなものとか、なんでそれをやらないといけないのかっていうのがない、あの、方が結構いらっしゃるので、だから、一旦やっぱ、フラットに考えて、自分はなんでこのビジネスやってるんだろうとか、何のためにやろうとしてるんだろうとか、そこに対して、ちゃんと覚悟を持っているのかどうかとか、 まあこういうことをちゃんと考えていくと、あの、信頼関係につながるので。うん、なので、まあ、こうやってちょっと考えていくと、あの、信頼関係得ることができますよ、ということでした。はい。ということで、まあ、ちょっといろいろ話をしたんですけど、まあ、実績とお客さんの声と、あと、まあ、立ち振る舞い、見た目とか、あの、言語、言語情報だったりとかの、うん、あの、立ち振る舞い。あと、あの、共通点の部分。あと、まあ、自分できないこともちゃんと言うってこと。 あと、うん、さっきの一貫性と覚悟を決めること。うん、7つ、うん。7つか。うん、この、数え間違い <laughs> 実績とお客さんの声と立ち振る舞いと共通点とできないってことを言うのと、一貫性と覚悟。あ、7つか。うん。当てます。うん、7つ。あるので。うん。まあ、あの、一個一個ね、ちゃんと覚えていって、あの、できることを、あの、ぜひ増やしてもらえたらなというふうに思っています。はい。 ということで、ちょっと1時間ぐらいお話をしようかなと思っていて、まあ、ちょうど、うん、1時間経ったので、はい。あ、コメントも最後来てますね。うんうん、なぜそれをやるのか。信念を言語化することは大事ですよね。そう,そうそうそう。うん。うん、だから自分自身にちゃんと信念を、その、インプットできるか。な、うんでやってるんですかって書いたときに、いや、実はこういう理由でやってるんですよね。だから、あの、僕のさっき言った理由って、あの、ずっと言ってること変わんないんですよね。 ビジネス始めた当時から、うん、あの、ずっと変わんない。僕と付き合ってる人が長い人は、あのー、わかると思うんですけど、もうずっと同じことを言ってるんですよね。それ信念だから。最初に思ったことあるし。うん。それがやっぱきっかけでビジネスの世界入ってきてるし、やろうと思ってる。から、変わらないですね、それは。うん。とまあ今、もっとお金も稼げていて、いろんな人に、あの、こうやって教えるってこともできていて。うん。だから、あの、みんなやった方がいいのにってやっぱすごい思ってます。 お金がない、お金がないって。ね、いつまで言うのそんな、ね、人生ずっとそう言い続けて、死ぬまでそう言い続けて、なんかおもろいことあるみたいな、ことをすごい思っていて。お金がなくてできないな、嫌だな、嫌だなって思う人生を自分で作り上げてるのは、すごいもったいないな、思っているんで、まあそこから一歩抜き出す知識を僕は持っているんで、だから、あの、全員が助かってほしいとは正直思ってはないけどね、正直。 うん、自分と関わってる人だけは何とかしたいなと思ってる。うん、自分と関わってない人は別にどうなろうと知らないです、ね。正直言うと。無理やんっていう。うん、例えばね、ね、うん。まあ、どっかで交通事故ありました。誰か死んじゃいましたと。うん、助けてあげれるわけなくないっていう話。さすがに、どっかで地震が起きましたとか、うん。僕の地元の石川県で1月1日地震起きましたけど。 うん、助けてあげるしっていう。さすがに、うん。そう、お金貸せるわけでもないし。うん、だから、自分と関わりがない人は、さすがに助けてあげれないし。無理。うん、だけど、こうやって、その話聞きたいですって言ってくれたりとか、あと、あの、教えてほしいですって言ってくれた方は、まあちゃんと関わることできるんで、そういう方にはちゃんと教えることできるから、まあ責任持って、まあやっていきたいなっていうふうには思っていて、まあこうやってやってるわけなんですよね。 なんか、まあ、世界中の人の幸せをとか、そんな無理だし、<laughs> うん、できないって僕は思ってるけど、まあ、手が届く範囲の人は、なんとかしてあげたいなと思ってる。うん、うん。かな。うん。まあ、それは一個の信念かなと思っています。うん。そう。ね、世界中の人を幸せにしたいの方が、聞き、うん、耳馴染みはいいのかも。耳馴染み聞き答え <laughs> わからんないけど。うん。なんかそういうのはいいのかもしれないけど。 いや、無理やんって思っちゃうし。うん。そこまでいい人にはなれない。てか、自分はできないと思ってるし。うん。うん。そう。でもなんか、目先の100人とか200人とか、まあそういう人をなんか、ね、幸せにできるレベルであれば、なんか、それはそれでいいのかな。うん。思ってるんで、まあそれぐらいはなんとかなるかなと思ってます。うん。そんな感じで生きてますね、僕は。うん。 みたいなことをなんか言えるようになると、あの、めちゃくちゃいいかなと思うので、うん、今一度ね、自分がなんでやっているのかとか、そういうのは振り返って、あの、これ僕一番大事だと思ってるので、うん、自分がなんでやっているのかっていう一貫性をちゃんと持つこと、うん、まあそういうのをちょっと振り返る、あの、きっかけにしてもらえたらなと思っています。人間力を鍛えることではないです。あの、鶴本さん。<laughs> 人間力を、まあ人間力鍛える、うん、まあ、なんだろう、思いですね。 うん、人間力鍛えたらいいのかっていうと、まあ鍛えた方がいいんですけど、うん、そう。なんで、あの、やりたいのか、なんでビジネスやってるのか、まあみたいなことは、うん、あの、自分の中置いとくといいかな。まあそれは別に、あの、利己的なものでも、まあ最初いいかなと思うんですけどね。うん、だんだんなんかやっていくと、利他的になっていくみたいなイメージなのかな。でも僕は最初からなんか、他の人になんかやってあげたいなみたいな気持ちが、 やっぱ強くて。うん。うん。なんかあの、昔僕が言ってた理論なんですけど、あの、幸せの理論みたいなものがあって。うん。なんか多分こ、今のメンバーにも話したことないんですけど、幸せの理論っていうのがあって、なんか僕、幸せっていうのは、オセロみたいなものかなって思ってるんですよね。うん、というのも、うん、例えば、自分自身が、あの、じゃあ、めちゃくちゃお金持ってます。時間もめちゃくちゃある。うん だけど、じゃあ、周りの人がみんなうつ病でしんどいしんどいって言ってる人ばっかだったらどうなるみたいなことを思ったときに、じゃあ、例えば自分が白色のオセロでしたと。周りが、そのめっちゃ負の感情を持ってる真っ黒な人が参りいました。そしたら、自分真っ黒にならんっていう、ひっくり返されんっていうことを思っていて。うん。だから、例えば自分が、まあ白でも黒でもどっちもいいんですけど、うん、幸せがじゃあ白色だって言うじゃないですか。 そしたら自分が黒であっても、うん、周りに、周りを白にしてったら、周りがみんな幸せ、幸せ、ハッピー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 みたいな状態。ハッピーな人に囲まれてたら、自分はハッピーになるよね、みたいな。うん、うん。そう。そういうなんかオセロみたいなものかなって思ってるんですよね。うん。これあの、過去に本当数人ぐらいしかやったことないんですけど、この幸せ理論って。だからビジネスってすごい、あの、理にかなってて、 あの、僕ビジネス結構好きなんですけど、それはなんでかというと、自分が誰かにギブをするわけなんですよね。で、誰かにギブをして、で、できる,できることを増やしてあげる。これって、相手を白色に変える行為なんですよね。オセロの玉を。で、白になりました。うん。で、他の人も白になりました。他の人も白になりました。白に囲まれてる自分は何色なの白なんですよね。うん。黒になりようがないんですよ。うん、みんないい暮らししやがって、なんなんこいつらみたいな。 ってなるかみたいな。そう。めっちゃ黒やんって話なんですけど、うん。そうやって白にしよう、白にしようと思ってたら、自分も白になってるんですよ。いつの間にか。カランってひっくり返ってるんですよね。そう。だから、周りの環境ってすごい僕は大事だなと思ってて、周りを白にすることができる能力を持ってるやつが幸せになるんですよ。うん,う,んう,んうん。うん。これが僕の幸せ理論なんですよね。だからビジネスってめちゃくちゃいいんですよ。ギブすることができるんで。ギブして、他の人を白にすることができる。 うん、なんという幸せな行為なんだとなんという人生めちゃくちゃ良くなる行為なんだとで、もちろんお金も入ってくるし、充実感もあるし、自分がやってるっていう感覚も味わえるし、やりがいも得れるし、うん、時間もある、時間もある、言ったかな、うん。時間もあるし、で、いい人に囲まれる。え、これ以上の幸せなんかあるって、あの、すげえ思ってます、うん。そう。っていう、なんか思いで、あの、やってたりもするんで、うん。 まあこの僕のオセロ理論は僕が編み出したものなんで、多分ネットで調べても出てこないんじゃないかなと思います。うん、調べたことないんでわかんないですけど、うん。でもなんかちょっといい話じゃない <laughs> そうですね。なんかわかりやすいですね。やっぱり、ね。そうそうそう。うん。まあ僕自身はやっぱあのビジネスって教えてもらっていろいろ発信してるんですけど、まあ数少ない僕のあの編み出した理論の中の一個だったりはしてるんで、まあ結構わかりやすい、いい話だったんじゃないかなと思います。うん。<laughs> みんなもこのオセロ理論をね、すごいちょっと大事にしてもらえたら、あの人生だいぶ変わると思うんで、それをちょっと胸に頑張ってもらえたらなと思います。はい。最後ちょっとね、10分間余談だったんですけども、最後いい話してよ、したんじゃないかなと、<laughs> 個人的には思っているんで、その最後をすごい大事にしてもらえたらなと思います。はい。じゃあそしたらですね、1時間ちょっと経っちゃったので、あ今日は、えー、この辺で終わりにしようと思います。またあの、どっかへ加藤さんからも、その、 ね、最近の事例だったりとか、えーうん、また話してもらう機会も作ろうかなと思っているんで、また、セミナーの参加よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。他の方も、あの、うまくいったりとか、いい成果出たら、一緒にってセミナーもやっていきたいなと思うので、まあ、みんなでね、あの、こうやってよくしていければなと思ってるんで、一緒に頑張ってやっていきましょう。はい。では、えー、以上で終わりにしようと思います。ミサオさんもコメントありがとうございました。ありがとうございます。会談ありがとうございました。 はい。ありがとうございました。じゃあ終わります。皆さんお疲れ様です。失礼します。です。失礼します。